からね、はい、やはりいつもならばこの6回7回あたりをいつも言われるんですがね、今日のこの出した中日8回戦先発8回3分の1これで惜しくも完投を逃しているランナーを出している広島カープです。そうですね、簡単にストライクポンポンと取って欲しい、うん、そうです、持ち味を出した内容であると。はい、その通りです。ここまでまた、はい、だからやはりピッチャーの起用でしっかりバントで送ってですね、はい、この1番2番で勝負ですよね、さあ間に合わない、昨日はこの1番和田、そしてバッターボックスの2番大野と当たって、初戦はねこの1番コンビでね、その3番ずつの猛打賞を2人で、まあ、先ほど鈴木アナウンサーからあとはスタミナというね話があったんですが、そうですね、まあ、なんとか前半はしのいできて後半戦です、言います。この6勝目が1ヶ月ぶりの白星でした。 2-2 です。レフトに大きな当たり、しかしファウルグラウンドで抑えました。クリーンナップです。今日は真由美、岡田、パリッシュ見つけますね、まあ、センターは大きな、ね、右中間へ打ちましたが、ああいうバッティング心がければねもう少し結果は出るんじゃないかと思うんですが、はい、もう何でもかんでも引っ張るという感じのバッティングも見えましたね。でもあるいは一昨日のゲームを見てますとクリーンナップで得点をしていくという形になかなかならないんですね。この3連戦見てるとクリーンナップが良くないですね、はい。スライダーでストライクを、このところ不調ですからね、はい。さあ、ワンスリー、自信があるんですよね今日は、はい、確かにその、はい、今日ならばインサイドでストライクでなしにボールにして外で勝負できますよね、カウントも取れますよね、はいはい。フルカウントになりました。二塁一塁のチャンスに真由美です。抜けました、三塁を回った、同点です。ランナー三塁一塁、そういったバッティングがいい、当たりがちょっと止まっています。岡田、いずれもランナーのいない場面での3安打猛打賞です。三塁一塁、勝ち越しのチャンス、広島は長内が先制ホームランを放ちました2回、しかし阪神はこの回真由美のタイムリーで同点に追いついています。さあ2エンド2、次の1球、正面をつきました。